勝江本代表、株式会社 IHM 代表取締役の江本博正先生にインタビューさせていただきたいと思います。江本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。江本先生は水からの伝言という水の結晶の写真集で有名な江本勝さんのご子息です。先生はアメリカの大学を卒業後、株式会社 IHM で研究所スタッフとして水の結晶写真研究に携わります。その後、アメリカ・ロサンゼルスに赴任し、現地で父である故江本勝さんと共に波動という概念、そして水からの伝言を広めるために様々なイベントをアメリカで主催していました。そして2014年、株式会社 IHM 代表取締役に就任。2018年に合同会社オフィス勝江本代表社員就任。亡き父の後を継ぎ、日本並びに世界中へ波動技術、水の結晶写真の教えを広めることをミッションとされています。では、最初に先生に2つ質問させていただきたいと思います。1つ目は、お父様である故江本勝さんが水の結晶写真を撮影しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。ご紹介ありがとうございます。江本勝は、水の結晶写真撮影をやる前にですね、水で波動カウンセリングというものを行ってたんですね。波動機器というものがありまして、それを使ってですね、健康チェック、そしてその改善というのを行ってたんですけれども、後ほどその機械はですね、どういう機械なのかというのは説明させていただきますけれども、基本的に水にですね、正常なその波動を記憶させて、そしてクライアントの方に飲んでいただいて、波動をですね、元の状態に戻すっていう、そういう波動カウンセリングを30年ぐらい前やっておりまして、その時口コミでですね、どんどんたくさん人がその波動カウンセリングを受けに来まして、で実際にいろいろな問題を抱えた方、精神的な問題を抱えた方、身体的な問題を抱えた方来られたんですけれども、波動水を飲むことによって皆さんの問題が解消されたと、そういうことがありまして、それがどんどん広まっていったということがありました。水の結晶写真の撮影発案するのはその後なんですけれども、水に情報を記憶させたという、そのことをですね、証明したかったということがあります。水は情報を記憶すると、それは実体験に基づいたものなんですけれども、それを証明するために水の結晶写真手法というものを発案しました。はい、ありがとうございます。2つ目ですが、2005年にニューヨークの国連本部で6億5000万部の水の結晶の絵本を全世界の子どもたちに無料で配布すると発表されましたが、江本勝さんが伝えたかったことっていうのは何だったのでしょうか。水の真理を知ってほしいっていうことが一番だと思うんですね。そしてその中でもですね、水は本当に周りの情報をですね、吸収して変化するということですね。あと一番江本勝が伝えているのは、やはり私たちも水であるということですね。70% が平均で、私たちは水でできておりますので、常にいろいろなものから影響を受けているということですね。そして私たちの良い思いやですね、良い言葉、祈りだとか、良い情報がですね、美しい結晶写真を作り出すということは、美しい現実世界を作り出す、そういうことをやはり伝えたかったというのはありますけれども、その国連の時にですね、国連の本部でセミナーをやる機会が2006年にあったんですけれども、その時にエモトピースプロジェクトの発表をしたんですが、子ども向けの、こちらにありますけれども、自らの伝言の本を、世界人口の 10% に配布をするということを高らかに宣言したんですね。やはりなぜ子どもかというと、子どもっていうのはすごい吸収力があるんですね。水の量もやはり子どもの方が割合的では多いというのもありますけれども、子どものうちからですね、そういう言葉の大切さとかですね、良い思いが良い現実に反映するんだよと、そういったことをですね、伝えると。そしてその子どもが大人になった時にですね、そういうことを知っていると、かなりやはり変わってくるということもあります。ですので、子どもたちにこのメッセージを伝えたいという、特に人生の終盤の方はですね、
子どもたちに自ら伝言を伝えたいということをミッションに世界中でですね、まあ、いろんな学校に行って子どもたちに教えてました、はい、ありがとうございます。ではここからは江本先生からお話しいただきたいと思います。江本先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、パワーポイントを使って自らの伝言のお話をこれからさせていただきたいと思います。それでは自らの伝言のお話を始めさせていただきます。先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけれども、この結集写真を発案する前ですね、江本勝は波動測定器というものを使って波動カウンセリングを行っておりました。当時ですね、ロサンゼルスからですね、この MRA という機械を輸入しまして、それを用いた波動カウンセリングですね、それを行っておりました。波動測定器 MRA のどういうことができるかといいますと、人間の人体のエネルギーの波動ですね、それを測定することができると。他にも毒素波動とかですね、ウイルスとかですね、そういったものが体にその波動としてあるかのチェックができる。そして病気ですね、その病気の波動が体にあるかどうかですね、そのチェックができる。また怒りとか恨みとかネガティブな感情、これがですね、波動として持っているかどうか、そういった測定もできる。であとは物品ですね、物品と人の相性ですね、波動を上げるか上げないか、そういった共鳴度のチェックもできます。そしてそのチェックをした後にですね、その方の乱れている波動を正常化させる波動ですね、それを水に転写をすることができる。ですのでそのクライアントの方は乱れている波動のところですね、正常な波動を水に転写をして、その水を飲むことによって、まあ、その乱れている波動が、まあ、元に戻るというところですね。それがまあ波動測定の実際にやっていることなんですけれども、あとはまあ物のとか水とかですね、そのエネルギー物品測定ですね、そういったこともできると。その機械を用いて波動測定をやったところ、まあ、本当に驚くべき結果が出たと。たくさんの方が当時来られて、30年前なんですけれども波動測定をですね、受けに来る方でまあ行列ができていたということがありました。まあ、その波動とは何かといったことなんですけれども、波の形をしたまあエネルギーですね、それは本当に全ての万物のものが、まあ、物でもですね、人でも動物でも全てが持っている振動のことですね。それは空間にもあります。自分たちのその想念とかですね、人の持っている波動、そういったものが空間にも影響しているということですね。波動のその原理の中で一番重要なことというのが共鳴現象になります。この波動機器も共鳴の法則を使って測定をしております。例えば正常な周波数を波動測定器が体に向けて発信するんですね、まあ、心臓なら心臓、そして正常なその周波数を持っていればそれに共鳴して戻ってくる。しかしそれが正常でない場合はそれが戻ってこない。そういったことで一つ一つ周波数がちゃんとした正常なものを持っているかどうかというのを測定するのに共鳴現象という技術を使っております。はい、それではこちらにある音叉を使って、共鳴の実験をいたします。まずですね、ここにあるのが 440Hz の音叉ラノードですね。これ2つあります。こちらを叩いてみるとどうなるかといいますと、はい、隣である同じ周波数の音叉が共鳴をして音を出し始めました。もう一度叩いてみます。こちらを止めます。こちらから音が聞こえているのが分かるかと思います。同じ周波数同士は響き合うということですね、共鳴し合うということです。はい、で、こちらですね、 442Hz の音叉、まあ、こちらが1秒間に440回振動しているのに比べて、こちらは442回振動している
ですので、本当に微細な違いなんですね。人間の耳だとなかなか、判断できないぐらいの違いなんですけれども、こちらを鳴らしてみます。先ほどの音と似ております。そしてこれを鳴らしたときにこちらがどう反応するのかを見ていきます。はい、音はほとんど鳴りません。全く人間の耳には同じように聞こえる音ですけれども、共鳴の度合いはぐんと低くなると。ですのでこの共鳴に必要なものは純粋性、これも、とても重要になります。でこの共鳴の原理で波動測定器というものは機能しているんですね。こちらから周波数が出ている、それがちゃんと共鳴して帰るかどうか、そういったことによって測定をするという、これが波動測定器の原理ですね。共鳴の原理です。本当に江本勝の波動測定は口コミでどんどん広がっていきまして、その後、波動に関する本を12冊出版いたしました。一番最初の波動時代への序幕の本の推薦文にはですね、船井幸雄先生、ビジネスコンサルタントとして超有名なですね、船井先生がこのように21世紀は波動時代になることは間違いないと書いてくださいました。そのおかげもありまして、本当にたくさんの方にこの本が広まったということがあります。本当に当時はですね、波動カウンセリングを、やりたいという方がたくさん来られまして、そしてそれを学んでですね、実際にその波動カウンセリングが受けられるサロンを開いて、最高で日本国内で70カ所ぐらいの波動カウンセリングが受けられるサロンができました。しかしながら波動という見えないものを扱うっていうのはなかなか難しいことだったんですね。例えばそんな波動、水が情報を記憶するなんてそんなのありえないと、波動なんてインチキだと、そういうような言う人も、たくさんいました。でやはりこの見えない、情報をですね、これを視覚化したいと、水が情報を記憶すると、そういうことをですね、証明したいと常々江本勝は思っておりました。である日、雪の結晶の本を読んだ時に彼はひらめいたんですね。雪も水じゃないかと、水も凍らせればこのような結晶が出るんではないかと、そして雪はいろんな情報を受けてこのようなデザインをしている、水もいろいろな情報を与えることによって、いろんなデザインを見せてくれるんじゃないか、そしてそれが水の情報記録になるんではないか、そういうふうに、ひらめいたんですね。そして江本勝はその後、オフィスに大きな冷蔵庫を買って顕微鏡を用意してスタッフに命じて結晶写真の撮影をスタートさせたんですね。この雪の結晶を研究されていた中谷幸次郎先生の、雪は天から送られた手紙であると、この言葉に江本勝は同盟をして結晶写真を撮影することを決意しました。こちらが初めて撮影に成功した結晶写真、当時の波動水なんですけれども、マイクロクラスター水、この撮影には3ヶ月かかりました。当時こちらの写真にも出ておりますけれども、スタッフの石橋さん、熊本大学大学院を卒業した理系の博士なんですけれども、当然こんな結晶写真なんか習ったこともありませんし、それをどうやって撮影するのかというのを聞くこともできません。誰もしたことがないから。ですので本当に半信半疑でですね、進めていたんですけれども、しかしながら江本勝は強い信念があって絶対にできるはずだということで、毎日毎日この石橋さんを励ましていたんですけれども、でだんだんその石橋さんも江本所長が言っていることは本当に真実ではないかと、そういうふうに頑張ろうと、そういうポジティブな気持ちになって、これが3ヶ月後に初めて成功した結晶写真となりました。その後はですね、次の日からはもう普通にこの結晶写真というものは撮影することができるようになったんですね。本当に一番初めの1枚がとても重要でして、で今では
他、ヨーロッパ等でもですね、研究所ありますけれども、やはり一番最初の一枚、それがなかなか苦労するんですけれども、その一枚を撮影することができれば、その場ができてですね、結晶写真は撮れるようになると。その後、たくさんの結晶写真、自然水、いろいろな情報を見せた、聞かせた結晶写真を撮影しまして、1999年6月に結晶の写真集、自らの伝言を出版いたしました。当時は自費出版という形で出版だったんですけども、これがですね、日本語だけではなく英語も入れたことによって、人から人へと広がりを見せて、それが世界中へと広がっていくベストセラーになったわけですね。そしてその後、サンマーク出版から水は答えを知っているという本が2001年に出版されました。今では水からの伝言、水は答えを知っている、それの翻訳語版、合わせてですね、300万部と出てますが、もう本当に500万部以上ですね、世界中で出ていると。こんな本はなかなかないのではないかなと思うんですけれども、水は答えを知っているの英語版は、2005年にですね、ニューヨークタイムズベストセラーのランクインをしたと。25週以上のランクイン。そして2006年にできたこのウォーターという水に関するドキュメンタリーフィルムがあるんですけれども、これにですね、本勝が登場しておりまして、この結晶写真のことを伝えているんですけれども、水に関するドキュメンタリーフィルム、さまざまな研究者が水のことを語っているというですね、ドキュメンタリーなんですけれども、これがまあロシアでも相当話題になって賞を獲得した。300万人の人が見たと。そしてこの映画がですね、とても有名になって、この方はラブロフ外務大臣ですね。なんと柄本勝はクレムリンに招待をされまして、まあ、会談をした。その時に撮った一枚です。ラブロフ外相はウォーターの映画を見てですね、本当に感銘を受けて、ぜひこの結晶写真の研究者である柄本勝に会いたいということで招待をしてくださった。本当に温和な表情を見せておりますけれども、当時外務大臣ですけど、今でも外務大臣で、今ニュースで見る顔はですね、本当に険しい顔なんですけれども、全く違った一面をこの時は見せてくださいました。で、なぜ水川伝言はこのように世界中へと広まっていったのかと考えた時にですね、一番はですね、水のことを私たちはよく分かっていないということがあります。で、水というのは実は科学的にもですね、まだまだ解明されていない点が多いんですね。ある科学者の方はですね、水の研究はとても大変なんだと。なぜなら結果が毎回毎回違う。それほどですね、水というのは不安定要素があるんですね。ですので、まあ、その方曰く科学者泣かせのものだというふうに言われています。ここに出ているこの水の性質ですけれども、この辺のこと、例えば固体より液体が重いと。また温度がですね、4度 C の時に一番重くなるという。そういったこともなぜなのか、分かっていない。他にもですね、大きい比熱容量とかですね、何でも浮くとかすとか。また水っていうのは気体、液体、固体というふうに姿を変えますけれども、唯一の物質であると。この辺のこともよく分かっていない。そして情報記憶ですね。これに関しては自らの伝言が切り込んでいって、そして実は今では最先端の水の科学を研究される方、間では水の情報記憶というのは当たり前のものになってきております。そんな水ですけれども、まあ、私たちの本当に身近にある物質であります。そして水の、まあ、体に占める水の割合ですね、赤ちゃんになる前、受精卵の時は 96% が水なんですね。もうほぼ水です。オギャーと生まれた時 80% が水でございます。で、だんだん大人になるにつれ、年になるにつれ、水の割合というものは減ってきます。大人で、まあ、大体 70%、 65歳以上になると 60%、 そして 50% を切るとどうなるのかと言いますと、はい、このようにですね、次の、ステージに、行かれるというわけです。本当に 96% の水から始まって、80%、70%、で 50% 水の割合を切ってしまうと、私たちは死んでしまう。私たちは水であると言ってもですね、過言ではないと思います。水の結晶、氷結結晶写真の撮影方法を紹介をさせていただきます。
まず一つの検体をですね、50のシャーレに分けます。そしてそれをですね、冷凍庫に入れて4時間以上入れてですね、凍らせます。これが凍った水ですけれども、この一番上が突起になっているんですね。ここにですね、焦点を当てて顕微鏡で観察をしていく。これが研究所にある大きな冷蔵庫、業務用の冷蔵庫ですね。こちらが顕微鏡、一番上がカメラになっている、まあ、光学顕微鏡です。このように撮影者はですね、寒いマイナス5度の冷蔵庫の中で行っておりますので、防寒着を着て一枚一枚見ていって写真を撮るという作業で、倍率的には100倍から200倍の倍率ですね。50のシャーレを見ていくんですけれども、全てが結晶化をするわけではありません。本当にその水によって違いますけれども、50のうち実際はですね、きれいな結晶、まあ、3、4枚ぐらいですので、全てのシャーレが結晶化するわけではないですけれども、まあ、一つ一つまた全部違う、まあ、それは雪の結晶と同じなんですけれども、2つとして一緒のものはない。ただその傾向性というのはあります。やはり良い情報を持った水というのは美しいデザインを見せてくれるというものが多い。そして美しい結晶の数ですね、それが多い。そういう評価方法もですね、今点数をつけながらやっておりますので、その辺のことも後ほどちょっと紹介させていただきます。まずはですね、この、世界の自然水の結晶写真を紹介させていただきます。ここで見せる結晶写真は新しい本、水川伝言のファイナルというのを出したんですけれども、そこからですね、紹介されているものが多いです。こちらは熊野古道ですね、玉城神社、山の中腹にある神社ですけれども、そこの御神水を撮ってきて結晶写真を撮影しました。面白いのは、その周りの環境にですね、ちょっと影響を受けているデザインがたまに出てきたりするんですけれども、こちらの方は、まあ、木の年輪みたいなのが出てきます。で、ここはですね、本当に樹齢1000年以上のですね、大きな木がですね、たくさん生い茂っておりまして、その辺の、まあ、情報が反映されたかもしれません。で、こちらはですね、北海道千歳神社、御神水。結構神社にあるですね、お水を撮影する機会があるんですけれども、やはり皆様がそこで祈っているということもあるので、美しい結晶が結構出やすいというのはあります。こちらは金剛流神社というですね、北海道にある縄文の時からですね、祀られているという神社でありまして、で、特にこのお水がですね、前から癒しの水として様々な病気を治してたというような逸話がありますけれども、結晶写真を見た限りでも六角形の力強い結晶となっております。これは茨城県の坂倉磯崎神社という神社の御神水。こちらもとても綺麗な結晶です。また後ろにですね、本当に無数のですね、まあ、結晶なのか、そういったものが控えていると。こちらの方は岐阜県の曽木水という、これは名水百選の一番最初に選ばれたお水ですね。まあ、面白いのはですね、傾向が、同じような傾向の結晶写真が出てきているということですね。この二重になっている結晶写真。世界行きますと、こちらはシャスタ山、カリフォルニアにありますけれども、聖なる山と言われておりますけれども、そちらの自然水を採水して撮影しました。本当に私もそちらに行ったことありますけれども、もう自然がとても綺麗ですね。地上天国みたいなところがあるんですけれども、実際にそこでですね、ネイティブインディアンの方がいらっしゃって、その水源を守ってらっしゃるんですね。根本勝と、まあ、一緒にその場所に行きまして、そのネイティブインディアンの方にですね、この結晶写真を額に入れてプレゼントしたというようなことがあります。この美しい水をいつまでも守ってくださいというふうに、根本勝は女宗教さんだったんですけども、その方に伝えました。こちらはですね、ペルー、マチュピチュのお水ですね。これも、まあ、空中都市というふうに言われておりますけれども、丸いですね、この、なんていうんですか、聖域のようなものが出てきたと。これもまた蛍光性なんですけども、もう一つ違う駒でもそれが出てきたということですね。当時のスペインからの侵略を逃れるために、こちらにたどり着いたというようなこともあります。
皆様のその時の方々の思いがですね、こういう結晶に反映されたのかもしれません。でこちらはインドのガンジス川ですね、まあ、こちらの結晶も本当に力強い美しい六角形の結晶となっています。やはり周りの方がですね、この水をですね聖水として本当に敬意を払っているというそういった思いがですね反映されているのではないでしょうか。でこれはちょっと面白いんですけれども、これもですねホーリーウォーターと言われています。地下水なんですけれども、水分的にはですね水素が多い、まあ、ちょっと水素水的なものだというふうに言われているんですけれども、丸い結晶というなかなかないんですけれども、丸い形の結晶が撮影されました。こちらはペルーで本当にすごい大自然の中にある滝の水ですけれども、これもですね、その場所の波動というものがとても出ているような形になりました。今まではですね自然水の結晶写真をお見せいたしましたが、前本勝は水が結晶を持っているということを証明したかったわけじゃなくて、水が情報を記憶するということを証明したくてこの実験を発案してやりました。ですので一番その情報記憶というものを証明するのに最適なのがですね、音楽を聴かせて水がビフォーとアフターでどのように変わるかと、もしそれが変わっているのであればそれは情報を受けて水が変化をしたのではないかということで、音楽を水に聴かせる実験を始めました。本当に単純にですね、水に音楽を聴かせると、スピーカーにですね、これは蒸留水なんですけれども音楽を聴かせて、この蒸留水というのはミネラルが入っていない、まあ、本当に H2O、 純粋な H2O でありますので、こういうシンプルな六角形の結晶が出やすいんですね。ですので、まあ、これがどのように変化するのかというのを見ていきました。まずは動画でですね、この結晶写真、イマジンを聴かせた結晶写真をお見せいたします。はい、いかがでしたでしょうか。本当にシンプルな蒸留水の結晶、六角形の形からであのように、まあ、飾りをつけたとても綺麗な結晶へと変化いたしました。他にもたくさん音楽を聴かせた結晶実験を行いました。こちらはですね、ベートーベンの第九ですね。これは本当に特徴的なんですけれども、もう六角形というものを超えてですね、このような天使のようなデザインに現れました。まあ、この辺はちょっとですね、遊び心というのもあるんですけれども、最近の歌ですね、レディー・ガガの音楽を聴かせたりしまして、またこれ面白いんですけれども、マイケル・ジャクソンが指導して行って、かなり昔、アフリカの飢餓のため、飢餓で苦しむ人たちのために作った、ウィアザワールド。これをですね、聞かせたらなんと真ん中にハートの形ができてきた。そしてこれはですね、ビートルズのある曲を聞かせたら、なんと結晶が4つになったと。4人になったと。とても興味深いです。
これはですね、アナと雪の女王のレディゴーという曲が入りましたけれども、その音楽を聴かせた水の結晶です。とても綺麗な結晶になりました。で、実はですね、このアナと雪の女王のパート2が今でも上映されているかと思いますけれども、これを見た方はご存知だと思いますけれども、このテーマがですね、映画のテーマが水の情報記憶なんですね。私も見に行きましたけれども、何度もストーリーの中でですね、水は情報を記憶するんだよというセリフが出てきます。そしてその水が情報を記憶することが前提にストーリーが展開していくと。まあもちろんファンタジーですね、このアニメはファンタジーの世界ですけれども、しかし、まあこのディズニー制作をした方は水は情報を記憶している、するということをですね、まあそういうことが今、科学的にも認められているということを、おそらく知っていたんではないかなと、そういったメッセージ性がある映画でもあります。この映画をアニメを見る方は子どもたちが多いですので、大人はそんな水は情報を記憶するなんて、まあ、ファンタジーの一つだと思うかもしれませんが、子どもたちはですね、そのことが強烈に残るんですね。だからそれを見た子どもたちが将来水の情報記憶をですね、研究をするというようなこともあるかもしれないです。ですのでこの映画素晴らしいタイミングで出てきてくれたなというふうに思っております。音楽だけではなくていろいろな音、音色ですね、聞かせまして、これは名古屋の聖徳寺の和尚がですね、世界平和、そしてたくさんのいろいろな戦争とか津波とかによって亡くなった犠牲者の御霊の鎮魂のためにですね、この平和の鐘を作りまして、そしてその鐘の音を聞かせた水の結晶がこちらです。本当に面白いシンプルな結晶ですけれども、綺麗な六角形となっております。 528Hz の周波数というのは、前本勝がいつも水へのセレモニーというものを行っているんですけれども、そこで使っていた周波数なんですね。これは宇宙への愛とか DNA を修復するとかですね、いろいろなことが言われてますけれども、まあ、何回かやっています。 528Hz すごい美しい結晶がですね、やはり出やすいんですね。やはりこの周波数はとても水に良い影響を与えている周波数ということが言えると思います。次はですね、情報を見せることによって水がどのように変化をしていくのかという実験ですね。こちらは写真、まずはイルカの写真からですね、イルカの泳いでいる写真を水に見せて、これは24時間置いた、そしてその後に凍らせて結晶写真を観察をしていくと、そしたらこのようにですね、本当に高貴な形となりました。こちらの方は大きなゾウさんですね。ゾウさんの写真を水に24時間見せて、その後凍らせて写真を撮影したら、なんと結晶からもゾウさんの鼻が現れたと。出雲大社。この形をですね、ちょっと注目していただきたいんですけれども、出雲大社のこの締めの跡、屋根と、この写真を見せた後に、水の結晶はこのように、そのような形になってしまったと。ハートマークを水に見せたらハートマークの形になった。これはアジサイの花ですね。こちらを見せたら本当に真ん中にアジサイの花が出るかのようなですね、デザインを見せてくれた。桜の写真見せましたら桜の花びらのような写真が撮れたということです。柄本勝はですね、オードリー・ヘップバーンが大好きでして、オードリー・ヘップバーンの写真をですね、水に見せて、どのようになるかと。とっても綺麗、美しい六角形の形が現れました。次はですね、私が自分でですね、発案してやったんですけども、柄本勝の写真を水に見せたらどうなるかと。残念ながら2014年の10月に柄本勝は亡くなってしまいまして、その後ですね、いろいろ私の方に柄本勝さんからのメッセージが、来てますよというような方が、来られたんですね。自分はですね、そういうメッセージとかってあまり受けられるような特殊能力は持っていないので、それだったらちょっと水に聞いてみようというふうに思って、この写真を水に見せたんですね。そしたらこのような写真が撮れました。わー、なんだろうこれはと。窓みたいなのが真ん中にあるなと。でもなんかこれ見たことあるなと思ったんですね。そしたら、あの写真だと。この写真は2012年メキシコメリダで私が撮影したマヤ博物館の中で撮影した一枚です。ああ、そういうことか。メッセージとしては
江本勝はあちらの世界からいつも見守っているよと、そういうことではないかなと、そういうふうに思っております。ここからもっと深い世界というふうになっていくんですけども、まあ、言葉を見せて、そして結晶がどう変わっていくのかと。当然言葉にも波動があります。波動が出ています。その波動をキャッチして水は変化するのではないかと、江本勝は言葉を水に見せて結写真を撮影したんですね。まずはありがとうとバカ野郎と対象の言葉ですね、これを見せました。これは日本語でのありがとう。美しい、本当にシンメトリー、六角形の結晶ができました。こちらバカ野郎、バカ野郎はですね、ブラックホールのような結晶化をしない、そのようなデザインが出ました。で、いろんな言葉のありがとうバカ野郎も見せました。こちら英語ですね。で、こちら英語のバカ野郎、口がひん曲がって浮かぶようなデザインです。ドイツ語のありがとう、ドイツ語のバカ野郎、ちょっと怖いですね。このフランス語のありがとう、フランス語のバカ野郎、イタリア語のありがとうは大きすぎて入らなくなる。韓国語のありがとうもすごい特徴ありますね。中国語のありがとう、スペイン語のありがとうもとても美しい。ポルトガル語のありがとう、マレー語のありがとうも、これもすごい特徴的な形となりました。みんなありがとう、いろいろな言葉のありがとう、いろいろな言語のありがとうを見せましたけれども、本当に美しい結晶を見せてくれました。他にもいろいろな言葉を見せました。例えば天使、天使の輪っかのような結晶になりました。悪魔、悪魔はブラックホールのような形。これはちょっと面白いんですけども、しようねという、何々をしようねっていう言葉はこのような結晶なんですが、しなさいと命令形になると、このようにちょっと先ほどのブラックホールのような形になってしまう。この辺もお母様方必見かもしれませんが、お袋の味は綺麗な六角形。それに比べてインスタントフードはなんと四角形になってしまいました。ここからはですね、新しい本に載っている結晶写真、世界平和の文字見せをしたら、なんと真ん中にいろいろな色が出てきました。この色は何だろうかと。でも世界平和はいろいろな多様性があると。いろんな色がある。それをひっくるめて、やはり世界平和であるというふうに水は教えてくれたのではないかなと思います。多様性ということを見せたら、すごい綺麗な六角形の形になりました。これは共鳴磁場という言葉なんですけれども、これは江本勝が作った言葉ですね。先ほどの共鳴、伝えた共鳴をポジティブな共鳴の場を広めていこうと、そういうような思いがあって、この共鳴磁場という言葉を作ったんですけれども、共鳴っていうのは一人じゃできませんよね。だから二人、三人と四人と共鳴していくんですけれども、なんと共鳴磁場という文字を見せたら、結晶が3つ4つと出てきたんですね。しかも違うコマからも同じような結晶ができました。これは許しという言葉を見せた結晶なんですけども、すごい特徴的な結晶となっております。笑いですね。笑いという言葉を見せたら、まあ、まさになんか笑いという漢字に似たデザインを見せてくれました。笑いというものはとても大事です。そして令和、新しい時代、令和、どのような結晶なのか、とてもドキドキでしたけれども、このように美しい五角形の結晶ができました。そして、まあ、なんといっても一番この言葉見せの中で美しい結晶を見せてくれたのは、愛、感謝の結晶ですね。愛だけでもなく、感謝だけでもなく、この二つの言葉によって、これだけの美しい結晶が現れました。これはですね、水の結晶の実験とは違うんですけれども、言葉の力を証明する実験です。ご飯を用いて行うんですけれども、炊いたご飯を用意して2つの瓶に入れてですね、1つはバカ野郎と声をかけるんです。もう1つはありがとうと声をかけて。これをやられた方は3ヶ月から出たんですけれども、その後どのような変化があったと、この写真で一目瞭然ですけれども、バカ野郎の方は腐ってしまったと、黒になってしまったと。そしてありがとうの方は発酵して良い匂いを出すようになったということですね。バカ野郎は腐敗をしたんですけども、ありがとうは蘇生をするという両極端な結果となりました。これはですね、私どものオフィスで行ったご飯実験ですね。この実験では愛感謝も入れて、また無視というのも入っております。無視はもう本当に無視し続けてということなんですけれども、この3ヶ月後どのように変わったかというと、
見た目で言いますと、赤瀬が一番良い状態を保っている。ありがとうが2番目で。バカ野郎はちょっと黒くなってますね。そして一番悪いのが無視でした。まあ、バカ野郎よりも無視の方が悪い結果となったということですけれども、実はですね、これ結構やられている方いるんですけど、世界中でこの本が出たことによってご飯実験をしている YouTube とかで見ることができるんですけども、やっぱり無視がですね、働きかけがないということで、一番ダメになっちゃうんですよね。これはですね、ある学校の先生が身近なの伝言を読んで、教室で、小学校の教室で生徒と一緒にご飯実験を行った、その後の経過なんですね。2002年に行った時、ありがとうとバカ野郎と無視ですね、それをですね、子どもたちにありがとうとご飯に伝えさせて、バカ野郎と子どもたちに言ってもらって、もう一つは無視ということで教室内でやって、で実際に、まあ、先ほどのような結果が出たんですけれども、その後にですね、その先生はそのご飯を倉庫に入れてたんですね。そのまま忘れていたそうなんですけれども、当時先生が住まれている場所ですね、埼玉県だと思うんですけども、でそちらの方に江本勝が講演に訪れるということがあって、でその先生がですね、まあ、そこに参加をされて、でその時にご飯実験のことを思い出して、あ、そういえばこんなことやったなと、で今どうなっているんだということで、まあ、倉庫を見たんですけども、実際に行ってから4年経った後ですね、どうなったのかと見てみると、これがありがとうのご飯、4年経った後ですね、もう倉庫にずっとしまっていたご飯、そしてこれがバカ野郎のご飯、そして無視のご飯、4年間何もせずに倉庫の中に置いてあったご飯なんですけれども、ありがとうはですね、発酵して味噌のようになっていたと、蓋を開けるととてもいい匂いが漂ったということですね。そしてバカ野郎のご飯は黒く変色をしております。そして無視のご飯は本当に毒のスープのような強烈な刺激臭を発していたということですね。本当にこれが伝えていることというのは、意識の力の素晴らしさもそうなんですけれども、相本勝はこの三つ子の魂100まで、そういうことわざがあるように、4年という時間を経ても生徒たちが送った思いですね、この力が失われることなくご飯に影響を及ぼし続けたと、そういうことにとても感銘を受けました。本当に意識の力というものを改めて伝えておりますけれども、私たちが交わしているその会話ですね、何気ない会話ですけれども、本当にそれが大切かということ、そして自分たちがまた思っているという思いも私たちのね、水に、体の中の水にも影響しますし、そういったことというのがとても重要だと。この実験はですね、本当にそれを伝えてくれている実験だと思います。このようにありがとうバカ野郎無視、4年経った後でもこのようになっていると。当時の一緒に収めた写真ですね。なんでこのようなことが起きるのかと、なんでこんな言葉というものが影響するのかと考えたときに、言葉とは波動ですね。言葉とは大自然の産物であると。美しい言葉は美しい自然を作り、悪しき言葉は悪しき自然を作ると。宇宙の根源なりと。これは江本勝がセミナーで伝えてきた言葉なんですけれども、その大自然が発する、なぜですね、その言葉ができたのかというと、それを考えるとですね、大自然が発するいろいろな振動、音ですね、そういったものから言葉ができていると推測がされます。当時というか、言葉ができた時というのは、仲間に伝える、その大自然の振動を真似て、それを仲間に伝えるということで言葉ができたのではないか。例えばその小川が流れる音から優しい言葉ができる、動物の鳴き声、それは危険を知らせる言葉、まあ、いろんな嵐のそういう波動ですね、そういったもの、怖い言葉ができる、そういった自然の気配、波動を感じ取って言葉が作られたと考えるのであれば、その言葉を発することによってそうした気配や波動を再現するわけですから、当然ですね、言葉には力があると言えると思います。ですので、本当に言葉、ネガティブな言葉はその水をですね、傷つける。そしてポジティブな言葉は水を活性化させるという。そういうようなことだと思います。言葉の乱れというのは体の中の水ですね。そういったものが乱れていく。そういったことで、まあ、健康を害していくと。また社会の乱れ、
悪い言葉ばかり使っていると本当に争いが起きますよね。そういったところで社会も乱れてくる。そしてそれが世界の乱れ、宇宙の乱れにつながっていくと。森本勝はですね、散々科学者の方から叩かれて、水からの伝言を信じないでくださいよというようなウェブサイトもあるぐらいなんですけども、本当に水がですね、このように情報を受けて記憶してですね、結晶構造が変わっているということを皆さんに伝えていきたいなと。また最近は水の科学も水の情報記憶というものを認めてきておりますので、その現状も伝えてですね、この水からの伝言の結写真の実験がですね、真実であるということをですね、一人でも多くの人に知っていただきたいなというふうに思っております。この水からの伝言が伝えたことで一番共感を得たこと、やはり私たちの思いとか言葉とか祈りとかですね、そういったものが現実の世界、物質界に影響を与えるということ、それを証明したということですね。それはやはり私たちの良い思い、ポジティブな思いが美しい現実世界を作るということですね。ですので本当に元もさらどこの国行っても、ヨーロッパでもアメリカでもアジアでも、中近東でもアフリカでもですね、皆様に本当に受け入れられたんですね。そして一番先ほどもお見せしましたが、美しい結晶が愛感謝の結晶でございます。根本勝はですね、水は神のメッセンジャーということを、まあ、長年の研究の末ですね、結論付けました。でもしそうであれば、このメッセンジャーである水がですね、愛感謝の文字を見せたときに一番美しい反応を示す、そういうことであれば、この世の中の、創造主はですね、この世界を作るときに愛感謝のエネルギーをベースとして作られたのではないかと、そういうことを、言っておりました。この地球上ではプラスとマイナスの2つのエネルギーがないと何事も物質化しない。それは昼と夜、陰と陽、男と女というように二極化したエネルギーですね。この2つのエネルギーには与える側と受ける側があります。愛は与えるエネルギー、感謝は受けるエネルギーですね。水の分子式を見たときに H2O となっておりますけれども、これはまあ2つの水素と1つの酸素ですね。そしてその構造を2つのエネルギーに当てはめたときに、元もそれはですね、水素が受けるエネルギーで酸素が与えるエネルギーと考えました。まあ、そうなってくると酸素が与えるエネルギー、愛を表して水素が受けるエネルギー、感謝を表すと。そう考えるときに愛と感謝が同じ比率ではないと。H2O ですので、愛が与えるエネルギーで1つ、感謝が受けるエネルギーで2つと。このバランスが最も調和の取れた状態であると。人の精神も2つのエネルギーに分けられます。人は愛を持って生まれてきて、そして、まあ、亡くなるときはですね、感謝の思いを持って次のステージへ行くと。根本勝も最後のことはありがとうというその一言でありました。愛感謝のエネルギーが、愛が1つに感謝が2つとなればですね、愛感謝の循環が起こってきます。それは何かを愛を持ってされたときに、された相手に感謝の気持ちを持ってお返しすると。そしてもう一つの感謝を今度は違う人に愛に与えていくと。そういうことによって愛感謝の循環がですね、起きてくるんですね。愛が一つに感謝が二つ。しかし、まあ世の中見てると愛感謝原動力で世界が動いているかと、政治を見るとまあ愛感謝よりもですね、どちらかというと欲とかですね、恨みとかですね、実はその2つの言葉というのは愛感謝の反対語、可動的に見てですね、反対の言葉なんですけれども、そっちのエネルギーの方が強いんではないかと。ですので私たちはこの万物の根源である水がですね、一番美しい反応を示してくれた愛感謝のエネルギーを持って、そしてそれを実践していくということですね。それが大事ではないかと思います。愛感謝のもう一つの意味なんですけれども、それは、免疫力です。愛感謝のバランスが崩れて、まあ、ネガティブな感情になった時に悪いエネルギーと共鳴をして呼び込んでしまうというのが波動の法則なんですね。やはり病は気からと言いますけれども、ネガティブ感情が溜まってしまうと、まあ、ネガティブな共鳴、例えば毒素とかウイルスとか、そういった、まあ、物質波動とですね、共鳴をしていくということがあります。その結果、病気が起こると。
ですので、常にですね、そのポジティブな思いを持っている方で、特に一番その中でも最良な愛感謝のエネルギーを、波動を持っている方というのは、まあ、そういうネガティブなものとですね、波動とですね、共鳴をしないんですね。ですので、常にこの愛感謝の波動を持って、また愛感謝をベースとした行動を起こすことによって、まあ、それがですね、病気予防にもつながると、免疫力を高めると。その波動測定のそういう経験からですね、そのようなことが言えます。こちらの方はですね、水川伝言ザ・ファイナルと新刊本をですね、昨年11月末にですね、出版をさせていただきまして、そのお知らせです。今回のこのファイナルというのは、江本勝が2014年に亡くなってですね、水川伝言のシリーズというものは途絶えていたんですけれども、その後もですね、私たちは結晶写真を毎日のように撮影して研究をしているということ、それをですね、発表したかったということがあります。しかしなかなか資金的に厳しいことがありまして、実はこのファイナルはクラウドファンディングでですね、資金を募ってですね、出版になりました。本当に会社の一プロジェクト、ビジネスのプロジェクトで、クラウドファンディングで資金が集まるのかというような思いも最初ありましたが、本当に心ある方々がですね、100名近くですね、サポートしていただきまして、で、そして、まあ、十分な資金が調達できて、今回この本を出版することができました。ですので、まあ、本当にそういった方々のですね、思いもこもっている本ではないかなと。思います。今回のその本の中にですね、まあもちろん新しい結晶写真と紹介あるんですけれども、第8章で水の最新の科学ですね、こちらの方を紹介させていただいております。で、あと、たくさんの方々からメッセージをいただいておりまして、例えばロシアの物理学者のコルトク博士とか、EM の比嘉先生とかですね、アメリカのとても有名な細胞生物学者のブルース・リプノン博士、そして水の最先端の科学を研究されるワシントン大学、ジェラルド・ポラック博士。で、特にポラック博士からは多大なるサポートをいただきまして、本当にすごい水の研究の権威と呼ばれるような方なんですけれども、大変江本勝のですね、やってきたことに敬意を払ってくださるんですね。まあ、ポラック博士も水の謎に挑んでいるんですけれども、江本勝がこのスピリチュアル的な水の解明をされたということ、それに対してとても敬意を払って、くださっています。毎回ポラック博士はヨーロッパで水会議という最先端の水の研究をする研究者が世界中から集まる会議を主催されているんですけれども、そこのオープニングでですね、江本勝の結晶写真を見せて、このように違った形でありますが、水の情報記憶を証明された江本博士に敬意を表しますというふうに言ってくださっているんですね。ですので、本当に水のことがですね、これからどんどん分かってくるかと思います。江本勝は、いつもですね、私たちは水自身である、水である。しかし、水のことをよく分かっていないと、まだまだ分かっていない。ということは、自分たちのことをよく分かっていないということと一緒だと。で、水のことが分かればですね、私たちのこと、私たちがどこから来て、私たちがどこへ行くのか、そういったことも含めてですね、分かってくるんではないかというふうに言っておりました。ですので、本当にこの水の情報、記憶を含めたですね、この水の謎というものが分かれば分かるほど、まあ、本当にこの人類の根源とかですね、この世界で起こっている、まあ、この現象だとかそういったものが分かってくるのではないかなと思っております。ぜひ私どもとしてもですね、この水の研究を深めていって、これからもですね、皆様方にいろいろな情報を提供していきたいというふうに思っております。はい。それではですね、これでこのお話は終わりにさせていただきます。ありがとうございます。はい。江本先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんか言葉の意味を水が分かってるかのような結晶で、なんかとてもびっくりしました。そうですね。まあ、だからその言葉の、そのポジティブな波動とネガティブな波動っていうのは、水は本当に分かるんでしょうね。ね、とても興味深くて面白いお話をありがとうございました。ありがとうございます。では最後に視聴してくださってる子育て中のママたちへメッセージをお願いいたします。はい。
そうですね、やはり一番この私たちのやっている研究でお伝えしたいことというのは、私は水であるということですね。だからもう本当に水っていうのはもう影響し合っているということですね。ですので水の結晶が示してくれたようにですね、とてもポジティブな波動の情報からは美しい結晶を作り出すと。しかしながらネガティブな情報、言葉といったものからは美しい結晶は作れないということですね。で、それをやはり、まあ、私たちが 70% の水です。そして赤ちゃんだったらもっと 80% 水ですね。ですので本当にその周りの波動というものが、まあ、影響するということ、それをですね、知っていただきたい。そして、まあ、良い影響、良い波動を常に出すようにしていただければ、本当にすくすくと素晴らしい大人になるんではないかなと思うんですけれども。だから、争いとかそういったね、やっぱり波動っていうのは本当に体の中の水に影響しますので、で、実際にその波動測定とかの現場からもですね、昔のその、まあトラウマ的な情報が体の中の水から出てくるんですね。それはその方がですね、覚えていないようなその潜在意識の中に入っている情報、そういったものも波動測定に出てきたりするんですね。ですので、例えばお子さんがですね、記憶してなくても、体の中が水がですね、記憶するという、そういったケースもありますので、まあ、本当に愛と感謝の波動で満たしていけるように、すべてがっていうのは難しいんですけれども、まあ、努力をしていただければいいんじゃないかなと。あと、一番いけないのは、まあ、無視ということですね。やはり働きかけないということですね。まあ、それがやはり一番水に、とって一番悪い影響を及ぼすということですね。常に体の中の水を活性化させる、そして相手にもですね、良い影響を与えていくと。そのキーワードが、まあ、愛と感謝ということだと思います。ありがとうございました先生。今日は長い時間、ありがとうございました。ありがとうございます。